こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日は野菜とイカの酢味噌和えをします。今回教えてくださるのは福島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして器はこちらになります。阿蘇市中通りにあります工房ゆうさんに作品を提供していただきました。工房ゆうさんは阿蘇火山博物館内にビジターセンターが今度新しくオープンするんですが、それに合わせて展示即売会をされるそうです。3月17日からおよそ1週間の予定ということで、皆さんぜひお出かけください。さあ福島さん、今日は、野菜とイカの酢味噌和えということで、はい、お野菜はこのおネギときゅうりですね。なりますね。はい、ネギを湯がきたいと思います。はい、イカを次がきます。はい、酢味噌を作ります。はい、お砂糖とお砂糖が入ります。お味噌、はい、この味噌はあの何味噌でもいいというか、いや今回はですね、うん、あの食会で手作り味噌を作りましたので、うんうんうん、それをあの持ってきました、うんうん、食会のお味噌は減塩ですので、うんうんうん、今度は酢を入れながら、はい、酢味噌がこれでできます。あえますけど、あ、はい、える時はあの、うん、食べる直前にあえた方がいいです、うんうん、でないとあの水分が出てきますから。なるほど、はい、イカから、はい、だからかまぼこ、ごま入れますね、はい、はい、出来上がりです。あ、すごい、野菜とイカの酢味噌和えです。はい、完成です。メインはこれなんですか？メインがどれかわからないくらいいっぱい用意していただきました。ありがとうございます。じゃあ早速いただきます。はい、うん、美味しい、うん、よかったよかった、うん、あの塩加減というかちょうどいいですね、お砂糖との割合も、うん、手作り味噌だっちゃうね、からしれんこも、からしれんこ入ってきた。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市一宮町中通りにある工房ゆうさんは、唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるススキを灰にして釉薬として利用したりと、阿蘇にこだわった作品を作っています。明治初期に建てられた蔵が工房とギャラリーになっていて、自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。